ボタン皇子、ボタン皇子、ボタン皇マイナス氏は、中華人民共和国国立皇省南東部に位置する地球史。市名は、同盟の河川名、ボタン皇に由来する。区人口は66万人。国立皇省の東部の重要な商工業都市、交通の要所で、春便父春に次ぐ国立皇省第3位の人口の都市。その広大な地域は、 ボタン構想いの水田などの他は8割近くが山岳部であり、原生林による林業、高麗人参やキクラゲの採取、石炭や大理石、石灰石などの工業なども行われている。主な経済収入は観光業と軽工業から来ている。工業は機械、石油化学など重工業のほか、宝石、電子製品、雑貨などの生産も行われているが、 沿岸部の新興工業地帯に比べると、国営工場が多く、総的に老朽化しており、外資もあまり進出していない。その中でも、韓国系の大宇蔵主グループは省内でも、有数の規模の外資系企業である。郊外では、レンゲ発電所で大型の水力発電が行われているほか、牧市には、中国有数の風力発電基地がある。市内は、鉄道駅を中心に、 5番目上の都市計画が行われており、近年はロシアや日本海を通じた国際貿易を睨んで貿易センターや構想オフィスビル建設が行われている。地域内の水噴火市はロシア国境の貿易都市として急速に拡大している。ボタン講師が国流交渉の対外貿易総額に占める割合は75%を超え、対ロシア貿易では中国でも最大の地位にある。 市内には、ボタン校大学、総合大学のほか、医科大学、市販大学の3つの大学がある。東はロシア連邦宴会地方と接し、南は、吉林省延辺町専属自治州と接する。北部は、国立交渉取西市、西部は、道場とハルビン市と接する。地域を北流してアムール川に注ぐ、ボタン校は、高校が可能であり、 国際化線港がある。地域東部は日本海に注ぐ水噴火が流れる。地区の南方には鏡、泊まり湖がある。またハルビン・ウラジオストクを東西に結ぶ鉄道、ハマス線、ハマス水線と、延辺町鮮族自治州のトモン市からジャムス市まで南北に結ぶ図予の交点で、近年はハルビン水噴火の高速道路も通ってる。アカン台東気象浮港であり、冬は 非常に寒く、最低気温がマイナス三十度に達することも少なくない。年平均気温は三点九度。古代の牧海の領域で、ネイヤスイチ地には、牧海の首都上尿流旋府の遺跡が残り、地域全体で多くの牧海墓が発掘されている。またネイヤスイチの旧市街、旧省、ネイコ島には、新代はじめに、ネイコ島将軍が丘。 新朝の満州支配の拠点となっていた。ボタン港は満州語で、ムダンラボクタンカラスヘシャゲ、ムー,ダンウラームーダンは曲がりくねる、ウラーは川と呼ばれ、ボタン港ムーダンちゃんと当てじされた。ボタン港の都市としての歴史は短く、ここ70年ほどに過ぎない。一帯は母体構添の湿地帯、原生林地帯で人家のない荒れ地だった。ロシアが、 東西鉄道を敷設した際に、旧ボタン公駅が設置され、真の崩壊とともに、多くの中国人や朝鮮人が入植し農業などを始めた。満州事変の後、満州国が誕生すると、満州東部の工業資源、林業資源開発のため、さらに沿海州のソ連赤軍、ソ連軍に対する将来の軍事作戦のため多数の鉄道が敷設された。 その中でも重要な路線である、朝鮮に接する都門からロシアに近い拠点としジャムスへ、向かう南北の計画路線、ズネイ線と、既存の統制鉄道を改めホ満マン鉄道との交点に新駅を作り、林業、航行業、軍事の拠点を設けることが起きとされ、ネイコ島、現在のネイヤスイチの北方に、新駅、ネイキタ駅が作られた。これが、現在のボタン交易である。 1934年に津根井線が全通すると、根北駅付近には数千人の日本人、朝鮮人らが入植し、さらに駅周辺に五番目上の都市計画が行われ、1937年12月に母体交渉が分離、根北駅付近の市街はその省と、ボタン講となった。ボタン講には東部満州の拠点として関東軍が基地を置き、 日本国内の様々な会社が、木材加工、化学工業、食品などの工場を進出させたため、大工業都市として人口は急増した。またボタン港の沿岸も日本人開拓団が多く、入植した。一方、山岳部は、中国人や朝鮮人による、抗日部隊の拠点が置かれ、州安ナからの第二祖事軍が活動していた。 1945年8月のソ連参戦により、沿海州からソ連軍の大軍が攻め寄せボタン交渉は最前線となった。関東軍部隊は各地で壊滅、ボタン交渉内にあった開拓地の日本人農民はあるいは雪倒れ、あるいはソ連軍や中国人住民らに襲撃、虐殺され、ボタン交事件、多くの死者を出しながら朝鮮北部方面へ引き上げ、 大量の中国残留日本人孤児が発生した。ボタン公はソ連軍、そして中国共産党軍が占拠した。新中国成立後は、母体交渉はいくつかの再編を経て、国立交渉の一部となり、母体交渉は中国でも有数の工業都市として多くの工場と移住者を集めことになった。現在、中国東北部は沿岸部と比較して、 経済の格差が拡大し、ボタン講師では老朽化した国営工場の閉鎖とともに多くの住民が沿岸部に流出している。中国政府はこれに対して近年、東北部の経済活性化を目指して東北振興プロジェクトを始めている。4しかつく5研究、41研を管轄する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。